吉田さん、 YouTube が今熱い、まあ、確かにね、私 YouTube ね、むちゃくちゃ熱いと思いますし、これからもまだまだ熱いと思うんですよ。というのが、 YouTube っていうのはただ単に放送するだけじゃなくて、それに付随する事業もだいぶ今広がってきてるところじゃないかなと思うんですよ。でね、どうやらね、こういうビジネスが今できてるんですよ。どういうビジネスかっていうと、なんかね、動画を編集してテロップをつけてサムネイルを作るみたいな、そういう風なね、エンジニアさんが何人かいらっしゃって、で営業部隊がいるんですよ。営業部隊はもうはっきり言って全然自分では編集もできないし、何もできないし、これもできないっていう方なんですけども、その営業部隊がね、同じテンプレートで動画を編集しますみたいな感じで、まあ数千人とか数万人ぐらいの、まあいわゆるね、中堅にも行ってないぐらいの、でもまあ YouTube でなんとなく活動収益も何万円か取り出したよってみたいな人に、次のランクを目指しませんかみたいな感じでメッセージを送ってるんですよ、 YouTube を見た後で。まあ見てないと思いますけどね、ただ数字を見て、 YouTube のチャンネル登録とか再生数の数字を見て送ってると思いますけども、そういう方がね、動画編集を1本7000円でしますみたいな感じで出してきてるんですよ。7000円って結構安いなと私は思うんですけどね。でその方が仕事を取ったらエンジニアの方に投げて、で 2,3 日で編集が終わって、で窓口に立った営業の人を通じて納品するらしいんですよね。だから多分紹介者には 1,000 円とか 2,000 円入るんじゃないですかね。で同じようなテンプレートのメールが私のところにね、ズバズバ届いてるんで、それが分かったっていうかね、想像できたわけですけども、だからこのようにね、 YouTube 自体も熱いんだけども、 YouTube の編集をしますよっていう人も仕事になるし、編集者と YouTube クリエイターをつなぎますよって人も仕事になりますしね。で、ちょっと面白いのが、間に立つ営業マンの YouTube チャンネルって動画全然作れてないんですよ。だからね、営業マンとしては私がやりますみたいな体でやってるんですけども、いや絶対お前がやってないだろみたいなね。でもその辺は深掘りしてもしょうがないんで、まあじゃあお願いしますみたいな感じでね、試しに1本やってもらったら、いや結構上手にできてるんでね、私はそういうスタイルではないんですけども、ただまあね、元の取れそうなものに関しては発注してもいいんじゃないかなと思って、試しに発注したらすぐに元が取れました。みんなの銀行、みんなの銀行を紹介する YouTube の動画を1本ね、例のソニーのいいカメラでパッと撮ってね、で7分ぐらいのやつを送ったんですよ。そしたら4日ぐらいで納品されてきて、テロップついて効果音ついて結構いい感じで編集してくれたんですよ。いや、これが7000円でフリーハンズでね、完了するんだったらいいなと思いまして、それ公開したら、まあ、7000円ぐらいすぐ稼いでくれましたね。2日で稼いでくれましたね、みんなの銀行。だからね、編集に7000円かかっても2日で元が取れた、4日の納品で2日で元が取れる、で1週間の間に私はまたね、内出の小槌を手に入れたなみたいな感じで、あ、こうやって、ね、売り上げって上がっていくんだろうなというふうにまた感じました。ということでね、 YouTube は結構熱いと、いろんなところに目を配せをしていると、今 Facebook でもね、 YouTube に関する広告が出まくってるんですよ。 YouTube ってものが知れ渡ってきて、 YouTuber ってのが知れ渡ってきて、で多くの方が YouTuber を目指すんだけども、挫折してしまうんですよ。それ挫折しようかなっていう時に、お手伝いしますよみたいなのがあったら、もう一発これにかけてみようみたいなニーズも喚起することができて、今みたいな市場ができてるのかなと思いますけどね。で私はもうね、なんかできればね、この今回依頼をした営業マン、エンジニアさんも速稼塾に入れようかなと思ってますけどね。えげつないですね。だから買った相手にも物を売るみたいなね。そんな関係ができております。お後がよろしいようで、 YouTube いってらっしゃい。